ウィリーブロード・スネル・ビレーブロールとスネルの後を継いで、ライデン大学の数学の教授になった。サイクラー・マトリカス、1621-1615年に、三角測量法を用いて、アルクマールからベルヘン、オプゾームに至る、緯度差一度に相当する、四五千個長を約1 0 7キロメートルと測定した。三角測量法を実際に用いた、最初の実測である。 円周率 π を求めるために多角形を用いる新しい計算法を考案して7桁まで正確な近似値を得た。スネルの法則と呼ばれる屈折の法則を1621年に発見した。この法則がよく知られるようになるのはスネルの死後70年経ってホイフェンスの著書によって彼の業績が示されてからである。ありがとうございます。